あ、もうスタートですね。もうスタートです。選手コールするもなくスタートです。ね、あと黒沢選手ね、黒沢選手、黒沢さんのことで、寺崎選手、お父さんかな、お子さんの方。いいですね。お子さんがもうお父さんをかけるのに行くんですけど、お父さん知らない場所ないに行くっていう、非常に走り出したら子供の関係ないんでしょうね。さて、この細い、コースというかね、幅がないコース、どこで抜くんだろうっていつも思うんですけれども、まあ、コーナーで抜くのがやっぱり多いんだなという印象なんですが、このクラス200クラスはですね、どこが抜くタイミングなんでしょうか。さあ、マーシャル戻って全員スタートラインにつきましたら200クラスのスタートです。今日の見どころはね、北村選手、それからね、松本選手、寺崎選手とね、ここはご兄弟だったり親子だったりで出てますけども、でこういうのもいいですけどね、僕はやっぱり松本優斗君と東馬君ね、ここの戦いはやっぱり見逃せないぞって。先ほどはもう順位が離れてましたんで、多分ここ兄弟喧嘩バチバチバトルになるのを期待してますが、マシン的にはですね、僕もねグリーンのオートバイに乗ってたんで、グリーンのバイクね、グリーンのウェアの方たちちょっと応援したいなっていう、そんな状態ですけれども、先ほど言った、平沢選手ね、平沢選手なんかもね、僕ねちょっと注目したいなと思ってます。やっぱりモータースポーツはね、これぐらいの年からやってるとですね、上手になりますよね。さあ、スタート準備が整いました。まもなくスタートです。スタート。さあ、誰が第一コーナーにやっていくの。おっと、ここで寺崎選手が入っているよ。また大人げない走りをしておりますが、どん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 子供の力が続いております。中でもね、先ほど言った松本選手と東馬選手、そして、北村選手、寺崎選手、ね、ここの、親子兄弟関係、皆さんね、注目してみてください。すごいな。あ、これね、はっきり分かります。大人が乗ってる車両はですね、加速が遅い。ただね、コーナーでね、インケタでかぶせたりとか、まあ、ちょっと子供にやることかっていうような入り方をしてますけども、でも子供たちはすごい関係なく突っ込んできます。さあ、あ、面白いぞ。2位3位争い、5位 6位7位争い、争いが面白い。さあ、次3周目に入ります。さあ、どこでトップが変わるかっていうのは面白いですけどね。さて、この200クラス、これはもう先ほどからも言ってるように、僕もちょっと走ってみたい。第1コーナーね、トップで入っていった寺崎選手、ちょっと遅れてきたよ。開けっぷりはいいけども、コーナーが苦手か。さあ、続々続きますけれども。先ほどと同じように、平沢選手と松本選手のブービーデッドヒートもこれ見合わせないですからね。お、イエローフラッグが出てるぞ。大丈夫か。あ、違うな。失礼いたしました。松本優斗選手もちょっと離れて、さすがここはお兄ちゃんのね、威厳を見せてるのか。
北村選手もね、安定した走りですね。さあ、面白いのは中盤戦、5位、6位、7位争いが面白いぞ。さて、ここで大人が大人げなく抜いていく。ラップタイムね、周回遅れを作ってしまいます。抜くとき優しく抜いてほしいな。いや、全然関係なく抜いてきました。子供たちをラップしてきます、大人。ねえ。寺崎正弘選手ね、彼なんかも、でもこれどう、マシンの形とか微妙に違うじゃないですか。これは年式の差なんですかね。なんかスピードにもかなり差が出ていると思うんですけども、結構レトロな感じの見た目ですけども、レトロな感じのマシンがトップを走っております。あえてね、これ大人が入ってますんで、順位のお話よりもね、皆さんに見てて楽しんでいただけるために、おっと最終コーナーってスタートラインの横デッドヒート、おー4台絡んで抜いていく、頑張れ平沢選手。ねえ、お嬢さんなのかな、頑張ってほしいな。かっこいいよね、グリーンのウェアね。ああいう女の子が大きくなってね、モービルでぴょんぴょん空を飛んでたら、これは人気出ますよね。もうスタンドコーナーでね、関係者でしょうか、いけいけって言って、もう手をぐるぐる回してますけどね、まるで野球の三塁コーチャーズボックスにいるコーチのように手をぐるぐる回してるんですけど、さあ、面白いぞ、6、7、8位の戦いが面白い、ああ、また順位が変わった、さあ、まもなく、ニアクラス終了いたします。次の SXB1 クラスの皆さん、ご準備いただきまして、スタートラインにお付きください。繰り返します。 SXB1 クラスにご参加の皆さん、SXB1 ジュニアクラスの皆さん、スタートラインにご準備お願いいたします。まもなくコースに、いたしますので、SX B1 クラス、ジュニアクラスの選手の皆さん、スタートラインにお付きください。さあ、ニアクラスレースの大詰め、もうね、誰が誰だかわからないっていうか、まあ、どこがトップなのかもちょっと忘れてしまいましたけれども、これね、非常に面白い、このクラスね、抜くのも面白いな。でね、ギャラリーの方々、ご兄弟なのかお父さんお母さんなのかわかんないですけども、優しそうな目で、ね、見守っていただき、携帯でですね、動画も撮っていただき、ね、お子さんたちの勇姿をですね、ビデオ、カメラに、撮っておりますが、ね、こういうシーンで、ね、いっぱい撮っていくといいと思いますが、僕らの血はなかったですからね、ぜひね、勇姿を撮ってあげてください。さて、フランス選手、僕ね、今日応援してるんですけど、マイペースで走っております。最後まで完走していただければいいなと思ってますが、グレグレも、グレグレも大人の方ね、優しく見てあげてください。さて、まもなく SXB1、そしてジュニアクラス、スタートラインの方にお進みください。 SXB1、ジュニアクラスの皆さんは、速やかにスタートラインについていただきましょう。よろしくお願いいたします。